ルモンジュンです。今回こちらですね、ABC マートから届きました。ニューバランスの靴開封していきたいと思います。開封動画ということですけど、こちらね、型的には 2002R となっております。もうめちゃくちゃかっこいいよね。まだね、実際実物見てないんで、ちょっとどんなんかまだ分かってないし、試着もしてないんでね、合うかもちょっと分かってないんですけど、最終的にね、コーディネート何パターンかやろうかなとも思っております。では、行きましょう。いや、すごくね、これね、運が良かったというか、2002の形ってさ、なんかすごい人気で、結構在庫ないやつとかもいっぱいあるよ。ゾゾタウンとかでも検索してもさ、結構ね、売り切れ、在庫切れ、28センチないみたいなのがあったりとかしたんで、ほんとね、買ったのが結構ラッキーかなって感じ。ABC マートの、アプリで買ったんですけどね。やっぱりね、人気の型って色々あると思うんですよ。574とかさ、996とか、すごい定番の形も人気あるし、で、1500も人気あるし、990番台も人気あるし、すごい人気の型色々あると思うんだけど、すごくね、2002R かっこいいし、しかもさ、安いんだよね。一応ですね、2010年に最初発売されたんですかね、MR の2002ということで、メンズランニングシューズで MR。で、2002ということで、まあ、1000番台の、これ、連続1500だとか、1700だとか、こう、続いてって最終的に2002になったわけだよね。すごくその最新の技術が搭載されてる、機能的にもデザイン的にもかっこいい、21世紀最強の靴ではないかと言われている2002のわけなんですよね。これ、去年ですよね、2020年、10年後に発売されたのが、2002R なんですよ。の R っていうのが、ディベロップメントっていうことなのかな、再開発、再構築したものとなっております。MR じゃなくて ML になってんだよね。ML っていうのは言うてみたらさ、メンズライフスタイルっていうことだけどね。見えてまいりました。これ発売されたのはね、2021年の2月頃なのかなと思うんですよ。結構ね、時間経ってはいるんですけど、それでも値下げしていないってことで、やっぱその人気の高さが伺えますよね。カラー的にはこちらボックスグレーとなっております。かっこええ。こんなんなんやー。すげえ。こちら型乗っておりますよね。ML2002R。はい。なんかこの 2002R もさ、結構いろんな形あって、もうグレーもあるし、白もあるし、ネイビーもあるし、オリーブ系のカラーもあるし、ほーんとにね、見てたらキリがないですよね。メンズライフスタイル2002の型番のリディベロップメントの愛ということでございます。では、開けてみましょう。オープン!ババーン!どんなんかな?白色今回購入したんですけど、どんな感じかな?行きましょう。テオリン。はい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 。めちゃ白。トリプルホワイトという名前なんですけど、マジで全部白いですね。このアッパーも、ニューバランスのマークも、ソールも、すべてが真っ白。で、しかもね、こちらね、メッシュが使われていないみたいなね、すべてこちらね、革で作られてあるということでございます。なんでアジアだと安いのかというと、いろいろとね、要因あるかと思うんだけど、アメリカだとさ、やっぱりその賃金高かったりするけど、アジアだと、まあ安いし、あと関税もね、それはアジアの方が、安いやろうということで、価格がだいぶね、抑えられて1万7000円ぐらいの価格でございます。やっぱかっこよくない ?990 番台とかさ、もうめちゃくちゃかっこいいんやけど、それに似たようなこのアッパーの形ね。えぐい、やばい。こういうさ、なんていうんかな。普通の靴だったらこんなんだけど、ボリューム感が全然違うしさ、この形がめっちゃかっこいいよな。こちらには N のね、文字も書いております。で、紐も白色なわけよね。ええやん、ええやん、ええやん。かっこいい。で、ソールはこれ860番台のランニングシューズが使われてあるみたいですわ。アッパーは基本的にその昔のやつなんだけど、ソールは変えてきてるということだよね。復刻する際に再構築してるわけですよね。で、こちらにはね、2002R の文字が書かれております。すごくディテール凝ってるやん。いかつ、やばー。これはマジでずっと見てられますよね。やば。これでちょっとお酒飲めるな。やばいな。ソールのこれもめちゃくちゃかっこいいよね。この独特な感じ。すごい。エアーって感じ。エアクッションみたいな感じ。まあ、こう、反発衝撃も吸収してくれるだろうし、歩きやすさは神なんだろうね。で、後ろ部分がこんな形でございます。ニューバランスのロゴ入りで。なんかこの穴が開いてんのもさ、通気性アップっていうことなんでしょうかね。かっこ
ね。だから中と外でこのソールの見え方がね違いますよね。しかもさ、この 2002R なんですけど、なんかね、このインソール外してみると構造がなんか分かりやすいみたい。ちょっと出してみましょう。こちらがインソールですね。うわ、これにもなんか穴が開いてる。通気性アップ、はいはい。あ、そういうのないか、普通か。なんか真ん中が切れ目あるみたいなの書かれてあったんだけど、それは違うやつか。でもめちゃくちゃ歩きやすそうだなこのソール。そして気になるシュータンですよね。どんなタンなの見せてください。こちらなんて書いてんだろう。ニューバランスのランニングとかで、まあ、ランニングシューズとしてももちろんいいんだろうな。やっぱさ、普段さ何履くってなったらスニーカーの割合が結構最近高くて、もう散歩行く時とかこういうの履きたいし、あとね最近スラックスとか結構履くようになって、そういうのにも合わせやすそうだよね。こうボリューミーな白だとかグレーの靴がねすごく相性いいんだよね。黒のスラックスだとかそういうのにね。もちろんねこれスキニーとかとも全然相性良さそうっすよね。もう片方も出しておきましょう。いやー嬉しいなー、これ嬉しいな。あ、なんか取説的な書いてありますけど、人工皮革と天然皮革両方使われてあるわけですね。で、アウトソールゴム底、ミッドソール合成の底となっておると。ちょっとさ一旦サイズチェックしておきますね。これでサイズアカンかったら返品センターかもね。行ってみましょう。いや、いけると思うけど、基本的に UK9 で全部いけると思うんだけど。28センチ、いきます。どう？あ、いい感じいい感じ、全然つま先当たらんし、わ、いい感じやん、サイズぴったし。ウェイウェイ、いや、これは返品しません。いや、めちゃくちゃいいなこれ、すごいフィット感。全然甲の部分とか、あと横幅とか全然ねきつくないしさ、ちょうどいい感じ。このボリューム感もいいしな、横から見てもかっこいいし、上から見ても正面から見てもかっこいいんだわ。白の靴ちょっと汚れやすいんだけど、何にでも合わせやすいんだよね。これはちょっとさ、いい感じに汚れがつくことによってこの辺のデザインがより強調されるんかなとか思ってんだけど、めちゃくちゃいいな、かっこいいな。一旦ちょっと歩いてみよっか。やっぱりね、すんごい歩きやすいなこれ。アッパーがさメッシュじゃないの結構珍しいよね。通気性はどうなんだろうね。革ってことなんだけど、天然と合成の比較両方あると思うんだけど、その辺どうなんだろう。アウトソールこちらなんですけど、めちゃくちゃ変わった形だよね。幾何学的というか滑りにくそうだし、反発も良さそうだね。全体見ておきましょう。360度 2002R がこちら。どこから見ても真っ白、どこもどの角度もディテールが凝っててめちゃくちゃかっこいいんだけど、これはガシガシ履いていきたいな。グレーのカラーとかも欲しいんだけど、どうなんかな、在庫あるんかな。ちょっと今後またさ違うやつ発売してほしいよね。2002とかね、990もさ来年ね新しい V6 バージョン6が発売されるんで、かなり楽しみでございます。990の V5 もとりあえず買っといた方がいいんかな。かっこいいんだよな、グレーのカラーでね。今持ってるニューバランスがこちらです。ババン、574と、あと880と、ほいで2002というんですけど、やっぱこの形が全然ちゃいますよね。このグレーもねカラーすごくいいんだけど、形がやっぱこの2002がいっちゃいくない。このゴツゴツっとした感じ、さらにこのソールの分厚い感じね。これ結構ね、ペターンとした感じかな。そこまでボリュームない感じ。これはもう安定の形をね、574とかね、996とか本当に万人受けという感じでございます。正面から見た時の表情もね、微妙に違うわけよ。今回買ったこの2002はね、ここにもニューバランスのロゴが入ってるわけよね。ええねって書いてあるわけ。で、こっちとか880に関しては特にね、そういうロゴはついてないんだよね。こう、いい感じの形してなんか、ベロンって剥がれてきてるな。剥ぎすぎてもうやばいわ、ほんと574。ということで、今からですね、こちらの 2002R つこでコーディネート行ってみましょう。まずですね、こちら白系のコーデに合わせてみました。結構ワイドめのパンツ、これデニムシェフパンツなんですけど、結構これとも相性いいですよね。結構こうソールもしっかりしてるし、これでボリュームも結構アッパーあるし、ボリュームのある靴がすごくね、相性 A、バランスグーとかなと思います。ニューバランス。
やっぱさ、その白の靴といえばさ、エアフォースワンだとか、あとなんだろう、エアマックス95だとか、まあナイキだったらね、有名かなと思うんだけど、やっぱそのエアフォースワンとかさ、心斎橋のキャバクラの街に行ったらさ、すごいキャッチの人がめっちゃ履いてそうな印象あるやん。でもこのニューバランスだったら、なんかさ、都会的な印象あるくない？ちょっと偏見かもしれないけどね。こういうさ、黒色のストレッチのパンツ、スラックスともすごい相性いいかな、みたいな。で、秋冬って割とこういう黒系のコーディネート多くなるんで、それ外しという感じで、靴は白にしてみたらいいんやないか、そういう感じですよね。いや、これもまず間違いないでしょ。これユニクロホワイトの、フリースの、オーバーサイズジャケットなんですけど、めちゃくちゃこれもバランスいいよね。ボリュームあるっていうか、ワイドめの、最近トレンドのワイドめのパンツともすごく相性ええかなと思います。で、続きまして、黒スキニーと合わせてみました。まあ、これも意外といいね。もうなんちゅうんだろうな、スタイリッシュさもどっかニューバランスであるんで、意外と黒スキニーとかともいけんだなぁ、ちょっと履いてみて、こうやって見てみて思いました。で、さらに上着てみるとこんな感じですね。コーデュロイのオーバーサイズめのシャツと合わせてみたんですけど、はいはいはい、これもこれでありっすわ。いや、全然いいなぁ。こう運動靴っぽくない感じ。なんていうの、おしゃれだし、しかもかっこいい。機能的で歩きやすい。もう両方揃えててマジ最強やん。これで最後はですね、こちらユニクロホワイトのハイブリッドダウンのオーバーサイズパーカーと合わせてみました。上が結構ボリュームあるアウターなんですけど、かなりバランスいいコーディネートかなと思います。以上、今回はニューバランスの ML2002R のご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。